今日未明岐阜県瑞浪市の養鶏場で鶏舎一棟が全焼し、けが人はいませんでしたが、およそ５５００羽の鶏が死に、警察と消防が火事の原因を調べています。今日午前０時ごろ岐阜県瑞浪市日吉町の養鶏場、セントラルファーム日吉農場で、鶏舎が燃えていると、管理人の男性から消防に通報がありました。 消防車6台が出て消火にあたりましたが火はおよそ1時間半にわたって燃え続け木造の鶏舎1棟およそ250平方メートルが全焼しました警察によりますと全焼した鶏舎の隣に施設の管理人の80代の男性と70代の妻が住んでいてけがはありませんでしたが鶏舎で飼育されていたおよそ5500羽のニワトリが死んだということです 鶏舎の中には照明などに使われる電気設備があるということで警察と消防が火事の原因を調べています。